どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。皆さん、ミューラ、弾けましたか？このキャラですね。本当に強いんだけど、結構評価されてない環境な気がするのと、あと、ま、所持率低いのも結構あるとは思うんだけど、ミューラ持ってる人に言いたい。お前ら、マジで、勝ち組な？このキャラは、なんと、ラジオより強いんですよ、実は。今日はね、ま、ラジオより強いややこしいんだけど、なんて言うんだろう。現環境ってさ、ラジオアラジオアでさ、使っていくことも多いと思うんだけど、マンチとかの場合って別にそんなラジオアラジオアする必要もないわけよ。まあ負けないっていうメリットはあるけどね。実は、ミューララジオアにしてあげて、ガンガン突破していこうが強かったりするのね。今日は、リーダーミューラのフレンドラジオアで使っていきます。はい。で、スキビオンの26ターン変身で、変身後こんな感じ。向こうから6個持ちでね、火力が出せて、まあ超アタッカーになってます。もうスキルもね、3ターンで HP1 になる代わりに6解除、水をやめに変化1ターンダブル吸収、向こうが3ターンと最強スキル持ってます。76マスリーダーにも関わらず、リーダースキル闇6個消しで攻撃力24倍、2コンボが3、ダメージ 70% 軽減、闇の回避力が5倍って感じになっております。はい。今日はね、こんな感じの編成で遊んでいこうと思います。フレンド闇ラジャーでリーダーミューラにしてあげて、もう普通に火力出していく闇ラジャー編成。結構闇ラジャーってチャコルセリカループのイメージがみんなあると思うの、実際。この編成そんなことしません。もう火力で破壊していきます。アタック型の闇ラジャー編成なんだけど、実は耐久型よりも火力的にはこっちの方が面白いから、なんなら強いまであるんだよね。まあ、今日は実際にこちらのね、ミューラ闇ラジャーで遊んでいきます。編成、リーダーミューラー、チェーン4つに神キラーでルドラブキ継承です。からの、メルズナ、無効感上限、遅延2つ、ギデブキ継承です。そして、チャコル、闇コンボ強化、遅延4つに神キラー、そして、アラという武器、継承ですね。はい。からの、神結び、無効感、遅延4つに、ドラゴンキラー、回復強化、プラス、そして、ムーンドライバー継承です。からの、アマコズミ、遅延4つに神キラーで、キングクリムゾン継承、ラストフレンドです。こちら。ラジオアに無効感チェーン4つ HP 強化、10連ガチョドラ継承って感じになっております。はい。まあ、今日はね、こちらの編成を使って実際に遊んでいこうと思います。まあまあまあ、もうこのアタック型の闇ラジオ編成、絶対に強いし、絶対におもろいんで、今日は実際にこちら使ってマンジャ遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずは10連武器打ちます。はい。で、軌道のラケット打ってあげて、2ターン耐久していきます。で、ここも激減張ってるから耐久できるんで、耐久してあげて、まあ回復しながら耐久していきましょう。回復力5倍。あ、まあ、変身前だから3倍か。でも3倍なんで十分高いです、耐久は。で、アララという武器打ってあげて、5ターンダメージ半減。からのラジオ打ってあげて、からの甘くずに変身。からのラジオ打ってあげて、ラドム武器打ちます。ヘイストで、このまま倒していきます。で、無効貫通1個組んであげれば火力的には十分だと思うんだけど、まあ、せっかくなので2個組んでみよう。2個組んであげると、もう火力はめっちゃ高いです、本当に。めちゃめちゃ高い。こんな感じ。みんなが想像する通りの火力が出せます。まあ、これがね、やっぱラジャーの強みだからね。で、まあまあ、今ね、もしかしたらミューラの火力低いと思った人いるかもしれないんですけど、ミューラこれまだ変身前ですからね。2階層でミューラ変身していきましょう。HC 組みます。1C 組みます。じゃ、これ打ちます。1C 組みます。ラジャー打ちます。で、無効感1個プラス平積みでいいので。こんな感じですね。無効感1個に平積み含んであげて、10コンボ組んでいきます。これで11コンボ組んで倒していきましょう。はい、こんな感じで、火力めっちゃ高いんですよ、無効感1個でも。やっぱラジオ自体が相当強いし、ミューラも火力出してくれるから、これで実用的に戦えるのがめっちゃ強い。やっぱラジオはどうしてもね、めっちゃ強いんだけど、めんどくさいところもあると思うんだよね。待って、なんか間違っちゃった。レズナ打って2パンしていきます。危な。スキル打ち間違えた。レズナ打って倒していきます。危なすぎだろ。で、ミューラは回復力5倍だから、そう。セリカループを使って必死に回復するみたいなラジャーの不便さもないんですよね。こんな感じで、もう無効感を含みながら無理やり HP 全回復して倒していきます。これめっちゃ強い。はい、これで半分まで削りです。で、からのラジャーを打ってあげて倒していきましょう。
次闇九州来んな。次闇九州絶対来んな。はい、無効化組みながらの平積み11コンボ12コンボ。これで突破していきます。次闇九州来んな。来んな。さあ4階層です。闇九州。これはしゃあない。1ターン待ちます。はい、1ターン待ってあげて、倒していきましょう。ここはミューラ打ってあげてから、ラジャー打ってあげて、倒していきます。毒に注意。ラジャー打ってるターンは回復生成とかもできるし、毒も消せるんで、事故の心配はめっちゃ減ります。これで無効感を含みながらの12コンボ組んで倒していきましょう。うん、ナイス。この強さはもう安定感えぐいよ。で、5階層。もうここも三浦なんで耐久していきます。はい。意外と耐久ね、多いように見えてね。結局耐久ターン数自体がめっちゃ短いのと、あとはラジオあるターンは回復強化しで簡単に回復できるので、この心配も少ないかな。回復足んないんだけどっていうのは、ミューラがリーダーの視点でほぼない。回復音消しの10コンボで50万回復だから、これで実質的に HP 全回復できてるんで、相当強い部類に入ると思います。はい。で、ここ盤面で耐久して次突破していきましょう。はい、これで。闇6個消しで耐久の9コンボで、耐久終わり。あとは倒していきます。雨小泉約束と違うぞ、お前。何してんだ？てめえ、何してんだ？でもダメージ無効だからいいや、別に。ダメージ無効は別に溜まってもいいわ。全然、許せる。でここで、ミューラ打ってあげて、ラジャー打ってあげて倒していきます。ここミューラのダブル吸収無効を利用してあげて、HP1 になってしまうんだけど、すぐに回復可能です。これガチ強い。この復帰力やべえ、マジで。はい、これで10コンボ組んであげて倒していきましょう。この編成結構10コンボ強化色の編成なんで、毎回10コンボ組む必要はありますが、でもこれでしっかりワンパン可能です。さあ、6階層です。6階層、まず 1C 組んであげて、1ターン耐久していきます。1C。からの1ターン耐久。弱化ドロップ消しながら耐久しましょう。これで1ターン耐久してあげて、からの雨小泉打って突破していきます。でさ、雨小泉の時ってさ、大量に闇作れるわけじゃん。で、結構ミューラ自由に打てるから、ラジャーの時に盤面悪い時はなんて言うんだろう、結構ミューラが打てるわけよ。だからね、この編成自体はね、相当火力はね、出しやすい編成だと思う。で、使いやすい、何より。やっぱラジャーループって絶対負けない安心感がある分、ちょっと使いづらさ感じるところあるくない？わかる？ちょっと軽く出しづらいなみたいな場面たまにあるじゃないですか。そういうのが一切なのがめっちゃ強い。え、なんでこれ倒せないの？どういうこと？お前硬すぎ？あ、ラジャーが。なるほどね。今ラジャーが攻撃力弱化食らってたからか。これは仕方ない。あ、攻撃力 50% カットなんだけど大丈夫かな？まあ倒せるだろう。11、12、13。これでアシスト無効も解除されたんで、このまま倒していきます。ナイス。さあ、続きまして7階層です。ラジャーの若干エハンス、ラジャーの若干エハンス、7階層です。パンパンしていきます。ねえ、ラジャー打ちたいんだけど、打てない。泣いた。闇9個消ししよう。え、むずすぎ。え、うまいパズル。は？え、ちょっと皆さん、これ、高評価よろしくお願いします。このパズルに高評価よろしくお願いします。え、うまくない？ねえねえ、うまくない？うまくない？ワンパーン。うまくない？ねえ、うまくない？ところでうまくないですか？今の。え、今のところでうまくないですか？あれ、奇跡って言うんですよ。あ、そういや、なんか僕、学校の授業で、英語のテストがあったんですけど、なんか4択のマーク試験があったんですよ。リスニング4択当てすぎて、僕、評定が、ネイティブレベルの会話ができるようになってました。はい。
あの4択当てまくる、やばくない？英語のその学校のテストでさ、4択当てすぎてさ、なんか平均点が60点ぐらいなんだけど、俺90点あってさ、ネイティブレベルの会話ができますねって評定だった。ちなみにあの一番低かったのが文法で、文法あのちょっと言いづらいんですけど、平均が30点ぐらいで19点で書いてましたね。オッケーオッケーオッケー、了解。さあ9回想です。まあ英語の話なんてクソほどどうでもいいからな。英語喋ると何のことがあるんだ、おい言ってみろよ。ねえだろ、リスニングが一番大事なんだよ。海外の人と喋るときに一番大事なものは何か、そうリスニングです。なぜなら聞き取れないと意味がないから。4択当てすぎて不正疑われてたもんね。ラジオ打ってさ、一旦闇作るやん。てか76の安心感永久マジでガチ強え。76でこれ甘小泉打っちゃうじゃないですか。あと無効感でしょ、で終わらせます。76の安心感やばすぎ。はい、これで無効感にセット含んであげて13コンボです。14 15 16、倒していきましょう。何、病院行ったんで咳明日ぐらいに治ると思います。え、君何倒せないの、最悪ね、だるすぎねえ、普通に倒れてよ。ほう、まあ、ラジャーなら倒してくれるでしょ、ミューラもいるし。うん、大丈夫大丈夫。あ、ナイス、もうこれは10コンももらった。 OK 突破です。さあ続きまして10階層、ここはメレズナ打ってあげて盤面76にしていきます。はい、6号盤面10ターンだからね、結構長いの。メレズナ打ってすぐに盤面戻します。アマコ打って、もう最強っしょこんな。はい、行きます。パンパンしかない。あ、ちゃこれダメだ、まだ俺には倒せない理由があるんだ。ちゃこれ危ねえマジで。気づいただけ褒めてください。気づいたのことにグッドボタンよろしくお願いします。危ねえ、こういう編成使ってるとさ、強すぎてさ、わかる、これ言い訳ね。ちゃこれ打ちます。ラジャー打ちます。ミュラ打っちゃおう、強欲なミューラ。どうせ倒せるしさ、回復も間に合うからさ、いいんだよね、打っちゃっても余裕で倒せるから。これで回復恩返し含みながらの闇3セットとか含んであげて13コンボ、これめっちゃ強いよ。無効感1セットでいいからね、別にこの編成。そう、これでワンパン可能です。はい、もちろん無効感2個組んだらめっちゃ強いんだけど、無効感1個でも十分火力出せるのが強いところなんだよね。で、孫権は甘く打って1コンボします。えい。これで。で、ラジャー打って倒していきましょう。こう、闇の無効感を含む13コンボで突破していきます。 OK。 さあ続きまして12階層です。12階層もワンパンしていきます。はい、甘小泉打ちましょう。甘く打ってワンパンしていきます。で、盤面結構あれだな。これで無効感含む13コンボ組んで殴っていきます。これワンパンじゃない普通に。いや、この衛星ならワンパンだと思うんだけどな、どうなんだろう、多分ワンパンだと思う。ナイス、楽勝でワンパン。キラーも振りまくってるからね、強いわ。さあ13階層、めっちゃこの衛星使いやすいなマジで。だから闇ラジャーの究極的に使いやすくしたバージョンって感じがする。で、ここは急こげし2セットでワンパンしていきます。ラジャー打って、楽勝でしょ、こんなん。いきます。
楽勝とか言ったけど、ちょっとまずいかも。ごめんなさい、すいませんでした、調子乗って。あれ、なんか組めてる奇跡に高評価よろしくお願いしますなんか今とんでもない奇跡起こしたんだけど、何今の。なんか奇跡的に闇急こげしになってたらしいわ。ナイスやべ、ミスったと思ったんだけど、なんか急こげしになってたらしい。ナイス。でここ2パンです。はい、殴っていきましょう。甘く落ちます。 0.01 倍やりすぎじゃない、さすがに。お前らふざけんなよ、やりすぎだろうがや。ねえ、ちょっとね、こういうところだけパズルいいな。13コンボ14、 0.01 倍だからね、さすがに火力出しづらいてか落ち込むすげえな。なんか普通にちょっと火力ですよ。ワンパンじゃない、強すぎボス。アマコとさ、チョコロが若干食らってるからさ、さすがに削り切るの厳しいだろ。42、84、100、126、106、140、168。いや、無理だね。無理だ、無理だ、無理だ。一旦ここは、ラジャーで削ろう。やば、終わった。組めた。なんでなんで組める。あ、でも9コンボはね、さすがにね、そんなに削れない。そうなんだよね、やっぱ10コンボが大事だから。あと若干エンハンス多すぎな、やめてそれ。火力低いな、優しい。意外と優しめだね。盤面良すぎだろ。何これ、こんな盤面やねん。何この盤面やば。え、これ何、盤面良すぎじゃない。え、待って、ほとんど火力入らないんだけどこれねえほぼ火力ゼロ。だってこれで半分までいったらやばくない？あれ？危な。チャコル消えてたからさ、めっちゃ危なかった今。ナイス、いい調整。しかもこれ完璧じゃん。このまま、ラジャー打って半分まで削っていきます。超いい、超いい。オッケー、これで無効感含みながらの回復4ゲシも入れてあげて11コンボ。HP 全回復して半分まで削りです。これは絶対削り切れると思う。大丈夫、絶対削り切れる。100% 削り切れる。オッケー。で、からのね、ちょ、皆さんにこの編成の本気見せるわ。今これまだこの編成本気じゃないから、そう。若干エンハンス食らいすぎてて軽く出せなかったんだけど、ここでメルズナ打っちゃいます。いや、もうアマコから行こう。アマコメルズナ。終わりでしょ、これ。ねえ、ちょっと待って。やべえ、ミスったみんな。ちょっと盤面数えていい？回復4つ、水4つ。あ、いけるわ。オッケー、いきます。もらったな。こうだ。終わりってことだよ。さあ、これで無効貫通含みながらの11コンボ組んであげて、さあ12、13、14、さあこれで破壊していきましょう。無効貫2個組めばさすがの火力なんですよね、結局。ということでね、今回は、ミューラとラジョアを合わせて使ってみる動画でした。いかがでしょうか。なんかラジョアのちょっとしんどい使いづらさっていうのが改良されていて、めっちゃ使いやすくなってるにもかかわらず、無効感1個でパーティー全体の火力も出せるようになってるから、かなり強いの伝わりやすいと思う。で、ただラジョアの超耐久とか絶対に負けないっていうところは消えてしまってはいるんだけど、逆にラジョアの例えばね、闇セリカが必須っていう条件が消えたりとかしていて、かなり使い勝手よくて面白い編成になってると思います。めちゃめちゃミューラいいキャラなんで、もし引けた人はね、これほんと強いんで使ってみてください。あと、ちなみに闇ラジョアのね、唯一の弱点である割合攻撃にもね、耐久ができますので、ミューラめっちゃおすすめです。今日は新しいね、新リーダーミューラを使ってラジャーと合わせて使ってみる動画でした。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。